はい、キックフリップ皆さんやりたいですよね。そのキックフリップの前にフィンガーフリップっていう手で回すトリックがあるんですけど、それを先にやっといた方がいいんですよ。はい、ということで今日はフィンガーフリップのやり方とその先にやっといた方がいい理由っていうのをちょっと解説していきたいと思います。なんですけど、ちょっと多分ね、あのストリートとかメインでやってる方はフィンガーフリップなんじゃそれやってる方も多いと思うんで、とりあえずフィンガーフリップがどんな感じかっていうのを一回やってみたいと思います。で、こんな感じでノーズを上げた状態で先っちょをつかみます。で、そしてこうね、一回手回して着地をする。で、こんな感じのトリックをフィンガーフリップって言います。他にもね、この180とかサブ6とか2回転とかもすっげーバリエーションいっぱいあるんで、まあ、それはね、後々ちょっと解説とかもやっていきたいと思うんですけど、今日はとりあえず今の止まった状態で1回転して着地するってやつの解説をやっていきたいと思います。はい。で、なんでこの、その、なんだろう、止まってやるこのトリック、先にやっといた方がいいかっていうと、まず、回転させるのに、手で回すじゃないですか。で、足で回すキックフリップって結構難しいんですよね。だ、その回転を覚えるっていう意味で、キックフリップの方が全然難易度が高いです。だからその回すっていうところを先にできないといけないんですけど、そこで苦戦してしまって乗りに行くっていうところの練習がね、なかなかうまくいかない、安定して回せないから着地もうまく練習ができないっていうケースが結構あったりすると思うんで、このフィンガーフリップで安定してうまく回せるようになって、で着地をするっていうところをまず練習しておくと、そのフリップ系のその回転のところに乗りに行くっていう恐怖心の克服なんかにもつながると思うんで、先にねやっといて絶対損はないと思います。で、どのぐらいの難易度の差があるかっていうと、そうだな、例えばなんですけど、ボールとかこう上にポンポンって投げたりするじゃないですか。で、あれって結構簡単にできますよね、手のコントロールだから。だけどリフティングって足でこうねやるの、まあ、得意な方いるかもしれないんですけど、僕なんか多分 3,4 回ぐらいしかできひんから、まあ、それを考えると、まあ、ボールなんかもいくらでもこうずっとやってられるから、まあ、それの比較ぐらいな感じですね。手で回すのと足でこうコントロールするのとどっちが簡単かって言ったら、もうちょっと考えたら分かりますよね。どっちが簡単か、どっちだと思います。足でやる方が難しいですよね。で、僕がねスクールで教えてたキッズの子で、すっごい一生懸命キックリップ練習してるんだけど、自分の足の下にうまくコントロールできなくって、乗りに行く気持ちはあるんだけど全然乗れないっていう子がいたんですね。で、まあ、ちょっとその上達度がなかなかこう感じ取れなくって、ちょっとスケボー嫌になりかけてたような感じの子がいたんで、だったらこれちょっとやってみたらって言って、手で回すやつで止まってもできるし簡単やからやってみとかつって やらしたら1日でメイクできました。まあ、要はな、乗りに行く気持ちはあるんだけどコントロールがうまくできてなかったんですよね。まあ、そのぐらいちょっと難易度の差があるんで、まあ、今の子その子はなんだろう恐怖心のところはもうすでに克服できている状態だったんですけど、今日はそのちょっとその恐怖心の克服の仕方なんかも含めて、こうどういうふうにステップでやっていけばいいかっていうのをやるんで、まあ、ちょっとそこをね順番に解説していけたらなと思います。はい。で、今回解説するのは止まってやるフィンガーフリップなんで、止まってやる技はそんなん別にストリートなんかで使えへんからいらんわとかっていう方も中にはいるかもしれないんですけど、ストリートのすっげー上手な方で、僕一人だけ知ってるんですけど、もともとなんかそのスケボーのジャンルとか分かってなくって、最初にフィンガーフリップやってたんですなんていう方がいます。で、その方はフィンガーフリップやって、まあ、それに乗ることによって恐怖心が克服できましたみたいなこと言ってたんですよ。これ本当の話で、だから最初の方にやるトリックとして、まあ、ある程度適してるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、その練習のステップなんて動画もまた別で出してるんで、その辺の話はちょっとそっちで見てもらえたら、なんとなく今僕が言ったことを伝わるかなと思うんで、後でちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、そんな話もあるので、とりあえず食わず嫌いせずに、とりあえずフィンガーフリップこれちょっと一回やってみていただけたらなと思ってます。で、最後に恐怖心をねめちゃくちゃ下げる練習方法があるんで、一応練習のステップ一通りやった後に、その簡単に練習できる方法、比較的簡単に練習できる方法っていうのをやっていくんで、ぜひ最後までねチェックしてみていただけたらと思います。はい、そんな感じです。やっていきます。はい、じゃあね、これからフィンガーフリップの解説をしていくんですけど、フィンガーフリップ練習する前にできておいた方がいいトリックというか動作がいくつかあります。で、それはプッシュとチックタック、まあ、ここは当たり前ですよね。スケボーにちゃんと乗れないとなかなかちょっとうまくできないと思うんで、まずは乗れるようになってくださいっていうことと、回転したところに飛び乗るっていう動作が必要になってくるんで、あとね、この2つができとくと、ある程度ちょっと飛び乗る時の恐怖心とかその辺が克服できると思うんで、これはちょっとやっといた方がいいよっていうのが、一つがこうデッキのねちょっと手前の方に立ってジャンプしてここに飛び乗る、こういう動作ですね。
でそれともう一つがこうね乗ってる状態、このまんまの状態で軽くジャンプしてもう一回戻る、この2つで、これはできといた方がいいです。はい、フィンガーフリップステップ1はどういう動作かっていうと、両足でこうね後ろに立った状態でジャンプしてそのままデッキの上に着地するっていう感じです。こうやってこういう感じで、今何やったかっていうと、デッキの上にこう飛び乗るっていうところ、少しでもちょっとね回転を加えるところにイメージ近づけるっていう意味でやってみました。でこれ意外とね、あの手前にこう立ってる状態から飛び乗るよりは難しいです。なんかデッキが少し動くんでちょっと怖いですけど、あのフリップさせるよりも全然怖くないんで、まずはこれをちょっと練習してみてください。かかととかはねもう全然地面についてて構わないです。でこのままジャンプして、そのままデッキに着地する。でこれを練習します。で最終的にフィンガーフリップに1回転やるときはこういう普通上のスタンスからテールをついて片足を抜いてフリップさせるっていう、まあ、こんな感じの動きになるんですけど、あの最初ね、あの片足で飛ぶのってやっぱりあのジャンプするのって片足ジャンプと両足ジャンプだったら両足の方が楽じゃないですか。だから最初はね両足でジャンプして回すっていうのをね練習した方がやりやすいので、この状態になります。はい、でそのままこうジャンプするときにこうデッキを少し持ち上げるようにして、で着地する、こんな感じの動きです。こっからこれだけで、これだけなんですけど、これがね結構大事なんですよ。こういう動き練習しておくと、その次のステップフリップして着地するっていう時に、あの全然あのバランスの取れ方とか変わってくるんで、これはねちゃんと練習しておいてください。で慣れてきたらこれのね高さを少しずつ出していきます。こっから思いっきり飛んで、こんな感じ。はい、この両足ジャンプの時にイメージしてほしいのが、あの足あんまり上げなくていいと思っている方結構多いと思うんですけど、あの見た目全然上がってないと思います。だけどあの結構ね自分のこうイメージとしては結構膝をこう折って胸にこうね膝を近づけるぐらいのイメージでやらないと足が引っかかってうまくできないんで、もしなんかうまくいかないよっていう方はそういうイメージ、足を空中でこうしっかり折る、そんなイメージをしてもらえたらあの結構簡単にできると思います。はい、さあジャンプ連ができたらね、ステップ2は実際回していきます。回していくんですけど、まだ飛び乗らないです。あの本当に回すだけで、どうやってやるかっていうと、こうねノーズ側をこう持つんですけど、ここでねあのよくやってしまいがちなのが逆手に持つ、親指をこう下にして逆手に持つ。でこの方がねフリップさせやすいんですよ。だからこうやって持つ方結構多いんですけど、あのこうゆくゆくはフィンガーフリップって走りながらやるトリックじゃないですか。で走りながらやるときどうするかっていうと、こういう通常のスタンスからノーズ持ちますよね、こういう感じで。でこの時に逆手に持とうと思ったら、これは結構しんどいしちょっと無理です、正直。だからこうやってね親指を上側にして、こうですね親指上にして持つ、でこういう持ち方を覚えてください。でこの状態でどうやってやるかっていうと、こう上にねあのデッキをこうやって持ち上げてきます。テールはついたままで構わないです。こういう感じで持ち上げてきます。でこう持ち上げてくる時に、少しね、後ろの足から体重抜いて、でひねるんですね、こういう感じで、こういう感じでひねってひねりながら上げてきて、そのまま勢いで前に送ってあげる、こういう感じです。でこれはね何回かやると感覚つかめると思います。でそのまま後ろ足でこう押してキャッチしてあげる、でこういう練習をしてみてください。で最初は後ろ足キャッチしなくていいです。こんな感じでキャッチしなくてもよくって、どのぐらいの力で指にどのぐらい力加えたら1回転回るかっていう、その感覚をねこう覚えてください。あ今1回転回ったねとか、こうやっておっと足りなすぎた、これ半回転しか回ってないとか、まあそんな感じでどのぐらいの力加えたら1回転するのかっていうのをここではねちょっと覚えてください。でだいたい回転が合ってきたら、そこに合わせて後ろ足こう乗っけてみる、こう着地のイメージでキャッチする、でこういうのを練習してみてください。じゃあステップ3です。ステップ3は両足ジャンプ、さっき1番目にやったやつと、あとフリップのやり方ですね。でこれを合わせた感じでやるんですけど、まだ着地はしなくていいです。この両足ジャンプの時にフリップして、で乗らなくていいんですけど、こんな感じで、とりあえずあのよくありがちなのが、この練習の時に
こうやって板と体と全然違う位置で練習しちゃう方が結構多いんですけど、これだといつまで経っても乗れないのでちょっと怖いんですけど、このデッキの上に着地するイメージをちゃんと作りたいので、まあ怖いけどここに体を持ってきて乗らなくていいんで、こういう感じでね足前後にさして構わないんで、体の真下で回す練習。こんな感じで、これをちょっとね練習してみてください。これね結構重要です。本当真ん中に来るように回してくださいね。この状態でこれで構わないんで、で横から見るとでこれで構わないです。とりあえずこんな感じで、自分の真下に回すっていうのを練習してみてください。でこの時重要なのがやっぱりね重心と軸、いつも言ってますよね。で重心はこういうね高い状態からやったってダメなんですよね。ね、もう本当に大げさにこれやりすぎですけど、しっかりしゃがんでこういう感じね、しゃがむ、着地もしゃがむ。そしてこれ結構ね手が下がってるから軸がね結構ぶれるんですよ。だからこうまっすぐしゃがんでまっすぐ立つっていうのをイメージしてくださいね。こういう感じで体折っちゃう方結構いるんですけど、これだとダメで、まっすぐしゃがんで持つ感じね、まっすぐしゃがんでこういう感じ、はい。でこれがステップ3です。はい、ステップ4はね今の3の延長でそのまま乗っていけばいいんですけど、ちょっとね最初怖いと思います。怖いと思うんでしゃがみもしっかりしゃがんでくださいね。しっかりしゃがんでジャンプするんですけど、しっかりしゃがんでこう着地する時もしっかりしゃがむ。低い方が怖くないです絶対に。でやっぱりその回しに行って乗りに行こうっていう意識が強くなると、なればなるほど掴みに行く時に前かがみになっちゃうから、ここはねしっかり注意して今までの練習を思い出して、こうまっすぐしゃがんでノーズ掴んで、そこからねこうジャンプする時こうやって持ち上げるようにしながらフリップを変えて着地してあげる、まあ、こんな感じに練習すると結構ね早めに練習で乗れるんじゃないかなと思います。はい、ぜひ頑張ってみてください。でまずは両足着地、ここまでできたらフィンガーフリップ完成って言っていいと思います。はい、はい、両足でやるフィンガーフリップできたら、まあ、一応完成だし、まあ、あとは自然にねやりながら覚えていく感じだと思うんですけど、一応片足の方法も解説しておきます。で片足なんで必要かっていうと、こういう感じの走りながらやる場合、この状態でノーズ掴んでやるじゃないですか。これってこうねテールをついてこう片足になってジャンプしてフィンガーフリップするっていう感じの動きになってるんで、片足でやっぱりジャンプしないといけないです。で、それも最初の練習の方法としてはさっきの両足のやり方とこうもうほぼほぼ一緒で、この状態でこのまままっすぐしゃがんでいきます、ね、こうやって前かがみじゃなくてこうしゃがんできて、で、その時に後ろ足じゃない前足を抜きます。で前足抜いた状態でこうジャンプしながらこう持ち上げつつフリップさせて着地をする、こういう動きですね。でこれ僕あんま飛んでないように見えるかもしれないですけど、最初の段階ではしっかり足を折ってくださいね。これはすごいね足が邪魔になるんですよ。分かりづらいと思うんですけど、自分でやったら結構ねこう回してくるとき持ち上げるときに足にぶつかって回転しないとかっていう方結構いるので、自分で思ってるよりも足をねこう上に持ち上げるイメージでやるとうまくいきやすいです。はい、でまあ片足でやるときは後ろにこう抜いてるんで比較的引っかかりにくいんですけどね、こういう状態でやってるんであんまり力入れずに、まあ、できるっちゃできるんですけど、前足が当たるっていう方はできるだけねこう足上げるっていうイメージでやるとやりやすいと思います。はい、じゃあ最後ですね、実際この止まってやるフィンガーフリップ どこでどういう風に使うのっていうところなんですけど、フリースタイラーの方やったら結構ね分かると思うんですけど、こういうねフットワーク系のトリックやってこういう感じで止まって、そこからこういう風に
使ったりすると一連の流れのように見えてかっこよかったりします。で、最初の段階でいきなりこんな動き加えるのってなかなか難しいと思うんで、やり方としては例えばなんですけど、こういう状態からこうやってチックタックの練習とかしてて、こうターンするじゃないですか。ターンしてこの状態でフィンガーフリップ1回転とかっていう、こんな感じでやるとなんかこう全体の流れができて見てておっていう感じになると思うんで、まあ、この辺をまずはちょっと目指してねやってみていただけたらと思います。はい、はい、ということでフィンガーフリップの解説だったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、フィンガーフリップね、これやったらできそうかなっていう方が、まあ、1人でも2人でもいたら僕嬉しいかなと思います。で、冒頭にねちょっとお話をした練習の難易度を劇的に下げる方法っていうのをね、これからちょっとだけお話しようかなと思うんですけど、その前にもし今までのところ見てちょっとでも良かったなとかいう方がいたら、できれば高評価とかね、まだチャンネル登録してない方はしていただけると嬉しいです。あとコメントなんかもね、この辺が分かりにくかったよとか、別にスケボーの話じゃなくても構わないんですけど、入れてもらえると嬉しいです。はい、ということでちょっとね難易度下げる方法行ってみたいと思うんですけど、単純なんですよ。それは芝生とか、あとね段ボールを下に敷くとか、要はデッキが転がりにくくして練習してみてください。でこれだけで難易度グッと下がります。まあそんな言われなくても分かるよっていう方いると思うんですけど、実際練習始めるとやっぱりこういうところで練習したいじゃないですか。だからやらない方結構多いんですけど、最初の段階ってこうね、やっぱりまくられるのが怖くって躊躇するんですね。体が構えちゃうというか。だからぜひね、本当下がロックするような場所を探してやってみると、全然難易度下がるし、でそこで一回乗れたら、あ、これこうやったら乗れるんやっていうのが分かるので、次にこういうちゃんとした、ね、アスファルト路面に来てやった時にもすごい簡単にできるのが実感できると思います。であともう一つ言うと、そのロックするとこでやるのがいい理由ですね。それ何かっていうと、ロックするがゆえに真上に乗らないと乗った後におっとっとってなるんですよ。これ多分やってみていただけたら分かると思うんですけど、本当にねドセンターに軸が来るように着地しないとずれるんですね。で要は自分の軸をまっすぐ保って着地するっていう練習にすごいいいです。だからね、本当にそこでもう100発100中でもしできるようになったら、多分こういうとこ来ても絶対大丈夫です。なんでかって言ったら、まっすぐ乗れるようになってるからまくられないんですよ。本当にこれ騙されたと思ってやってみていただけたらと思います。はい、そんな感じで練習の仕方も含めていろいろ話してきたんですけれども、まあ最後にね、フィンガーフリップ本当に180サブロック2回転とか本当にいろんな応用があるんで、その辺をねちょろっと流して終わりにしたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。